人気ゲーム「ロマンシング探し用」のクリスマスツリーが昨日唐津駅に登場しました。ツリーにはゲームのキャラクターのほか、佐賀の特産品や観光名所などのオーナメントが取り付けられています。昨日唐津駅に登場したロマンシング探し用のロマサガクリスマスツリーは、スクウェアエニックスの人気ロールプレイングゲームサガシリーズと佐賀県のコラボ企画の一環で設置されたものです。ツリーは高さ3メートル30センチあり、先端にはゲーム上で主人公が技を覚えるときに表示されるひらめき電球やゲームの人気キャラクターが取り付けられています。また呼子のイカやオギヨウカンなど佐賀県の特産品や観光名所のオーナメントが飾られています。訪れた人はツリーをバックに写真を撮るなどして楽しんでいました。かわいかった。ロマサガクリスマスツリーは今月26日まで唐津駅に設置されています。